これはね、なんとか4000時間をですね、超えさせていただいております。実況を開始してからですね、ずっと超えさせていただいております。まあ、誠にですね、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をですね、まあ、もうちょっとね、いろんな方にですね、見てもらってですね、していただけるとですね、さらに嬉しいなと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録して遊んでいってください。Hello everyone, my name is Terion. I am a game driver. I posted a lot of videos so far. I have been playing Life for about 4 years, but I think I couldn't play for about half a year. I am aiming for 1000 subscribers by the end of the year. I'll be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. Remember, if this is your first time here, please click the subscribe button.ということですね、本日お伝えするのが、オリエント急行殺人事件というですね、映画なんですが、まあ、これはですね、ちょっとですね、複雑な、お話でございまして、まあ、私自身もですね、実はですね、内容をですね、深く理解しておりません。ただね、これですね、もう、まあ、ミステリーファンの方だったらですね、十分ご存知かと思いますが、原作がね、存在してるんですよね。まあ、原作というのはですね、1934年にですね、アガサ・クリスティさんが発表した小説、オリエント急行の殺人が原作となっております。まあ、1934年というのはですね、まだ第二次世界大戦も始まっていない頃合いでございますよね。うん。第一次世界大戦が終わって、まあ、戦後しばらく経ってからみたいな、ちょうどですね、一次大戦と二次大戦の間ぐらいの、そういった時期ですよね。で、私ですね、一応ですね、このオリエント急行殺人事件なんですが、小説をですね、英語の小説をね、途中まで読んだことがありまして、まあ、なんだろう、映画で言ったら、なんだろうね、もう本当、序盤の序盤ぐらいの、一応ね、114分ね、あるんですが、多分最初の30分ぐらいかな、ぐらいの範囲を読んだことがあって、多少はね、ストーリーは知っていたんですが、この手のね、映画でですね、非常にね、難しいなと思うのは、推理小説って情報をですね、文字で与えてくれるから、読者もですね、なんというかな、その事件にですね、のめり込んでですね、一緒に推理できるっていうね、そういうのがあるんですが、映像にした場合はですね、そこをですね、ヒントがね、与えられないんで、難しいんですよね。映像じゃなくてですね、文章で与えられていたら、そこかしこにですね、その風景描写とかですね、まあ、部屋のね、なんだろう、状況であったとか、であったりとか、持ち物が何であったりとか、こと細やかに書いてあったりすることがあるので、そこからヒントを得てですね、考えることができるんですけど、まあ、こういうですね、映像にされるとですね、そういったね、描写がですね、文字になってなくて映像だけでさらっと流れるんで、わかんないんですよね、正直ね。うん。まあそういったですね、ミステリーにはね、いろんなタイプのミステリーがあるんで、まあなんとも言えないですけどね、その、文章をですね、しっかり読み込んでいってですね、答えが出るタイプとですね、突拍子もないところでですね、いきなり答えを出してくるようなね、タイプのですね、ミステリーとかがあったりするんで、なかなか難しいところですけどね、うん。だからまあ映像化するっていうのはなかなかミステリーはね、そういった意味では難しいなっていうのは個人的にはやっぱ思いますね。やっぱり文章でヒントを出していってですね、答えに導かせるっていうね、そういうのをやっていくタイプの小説は難しいと。だからですね、十角館の殺人みたいなですね、あいつりゆきとさんの推理小説とかは映像化が難しいみたいなことを言われていたんですよね。まあ、環境自体も特殊だしね、十角館なんてね、作るのがまず大変だし、セットをね。だからそういったのもあったんですけど、まあ、しっかりね、十角館の殺人もですね、映像になってたらですね、ものすごいね、面白い映像になってたので、まあ、頑張ったらできるんだなっていうね、そういう感じも見受けられることもあるんですけど、まあ、とりあえずですね、このオリエント急行殺人事件、原作、マーダー・オン・ザ・オリエント・エクスプレスは、2017年のアメリカ合衆国のミステリー映画でございます。で、監督主演はですね、ケネス・ブラナーという方でございましてですね、私、恥ずかしながらこの方は全然知らなかったんですが、非常にですね、なんだろう、迫力のある演技をされておりましてですね、いや、かっこいいなっていうふうに思いましたね。で、勘違いしててですね、私はね、てっきりですね、シャーロックっていうですね、イギリス BBC がですね、制作してたですね、シャーロック・ホームズの現代版のですね、ドラマがあってですね、
今よりももうちょっと若いベネディクト・カンバーバッチさんがですね、主役で出てるっていう、主役でシャーロック役、ホームズ役やってるっていうドラマがあるんですが、そこのですね、ワトソン役で出てたですね、俳優さんだとずっと思ってたんですよ。でも、パッと見たらね、全然違う人だったんで、やっぱちょっとですね、やっぱ欧米の方の、ね、顔とかをですね、パッと識別するのってやっぱりアジア人からしたら難しいなっていうところはね、やっぱありますよね。はい、ということでですね、ストーリーはですね、1934年、著名なベルギー人、私立探偵のエルキュール・ポワローですね、は、エルサレムの、聖墳墓教会で起きた事件の謎を解いた後、イスタンブールで休暇を取ろうとしていたと。多分ね、この聖墳墓教会のね、事件っていうのはね、なかったんじゃないかなと思うんですよ。原作にはね、あんまり記憶にないんだけど、多分、そんなエルサレムがどうのこうのとかね、なかったような記憶があるんだけどね、でもこれがね、意外にね、布石になってるんですよね。今後の事件のね。なんかね、聖墳墓教会というところでですね、なんか、冒頭でですね、まあ、問題を解決してほしいみたいなことをね、頼まれてるんですけど、よくわかんないんだけど、このエリキュール・ポワラさんですね、卵のね、高さとか大きさとかにすごいこだわりがあるっぽくて、だから水平になってないとね、食べられないみたいな感じで、なんかエルサレムでですね、その少年たちがですね、卵をですね、持ってくるんですよね。4分経過したみたいな感じで持ってきてですね。で、それを並べたけど、なんか高さか大きさかは違って、もう一回作り直したみたいな感じで、持ってくるみたいなシーンがあって。でもそれをね、食べようと思ったらね、結局事件の依頼をされて食べれなかったみたいな感じで、外に出ていくんですよね。で、その外に出ていった時にですね、多分ね、3つの宗教のですね、いわゆるですね、指導者みたいな人がですね、言い争いしてるんですよね。そこに、その事件のとりあえず、謎を解いてくれと、いうことでですね、訪れるんですが、その時にですね、牛糞か馬糞かわかんないですけど、踏んじゃうんですよね。で、右足で踏んじゃったからね、これではバランスが悪いとか言ってですね、左足で踏んつけてですね、もう一回ね、歩いていくというシーンがあって、なんかそこら辺にですね、そのポワロという人物のですね、文章ではね、表現、本当はしてあるところを映像でね、わかりやすくこういう性格だっていうのをですね、表現していってるというね、まあ、いわばね、自己紹介みたいな感じですよね。まあ、そんな感じで始まっていくんですよね。で、そのね、エルサレムのですね、その、事件なんですけど、なんかね、言い争っている時にですね、いわゆる聖遺物っていうですね、まあ、聖なるですね、なんていうのかな、アイテムというか、まあ、そういうね、遺物ですよね。聖人が使っていた過去の宗教上の大切なものっていうのがね、盗まれてしまってるんですよね。で、それを盗んだのが誰かと。いうことをですね、言い争ってて、で、三つのなんか宗派か宗教かの指導者が言い争ってるんだけど、それをですね、ポワロがやってきてですね、ここの三人自体が犯人ではないと。で、犯人はですね、なんか守衛みたいな人がいてですね、そいつが犯人だみたいなことをですね、謎解きするんですよね。で、謎解きした後に、するときにですね、壁にですね、持ってるですね、杖をね、差し込んでるんですよね。で、その杖にですね、最終的に、ね、逃げ回ったですね、その守衛さんがぶつかってですね、倒れて、一件落着みたいな。だからそこまでね、予想してですね、杖をぶっ刺すっていうですね、とんでもねえ能力を持ってんだな、この人はっていうところがね、冒頭でね、表現されてるんですよね。うん。そのね、言い争いしてた、ところでですね、その杖物をね、誰が持ってるかっていう話になった時に、その守衛さんのね、カバンを持ってきてくれっつって、カバンを開けたらですね、なんとその聖遺物が入ってたんですよね。うん、まあ、どうやって推理したのかちょっと覚えてないんだけど、まあ、とりあえず、この人がすごい能力を持ってるってことは、そこで紹介されてですね、まあ、ホームズ型の探偵ですよね。人を見たらですね、まあ、その人がどんな職業であるとか、どういう人間であるかとかを一目で、見抜くというタイプの人間で、ホームズもね、ワトソン君と初めて会った時に、アフガニスタンから帰ってきたのかっていう風にね、聞くんですよね。どうしてそんなことが分かったんだっていうと、まあ、この時期に、戦争から帰ってくるっていうのはアフガニスタンだろうみたいなことをなんか予測するんですよね。なんか当時、イギリスはなんかね、まあ、戦争しててね、多分なんかの支援かなんかで、
アフガニスタンに行ってたみたいな、そんな感じの状況だったっぽいんで、うん。まあ多分あれは歴史的にも、ね、いや本当にやってたことなんでしょうね、おそらくね。まあ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 、それはさておき。で、そこからですね、休暇をね、取ろうとしてたんですが、とりあえずですね、別件が入ったんですよね。で、急遽ロンドンに戻らなくちゃいけなくなったという話なんですが、まあ、偶然にもですね、そこでですね、オリエント急行の重役で、かつてですね、助けた恩があるですね、青年ブークさんっていう人とね、再会するんですよね。で、彼の計らいでですね、間もなく発車するフランスカレー行きの列車に乗ることができたと。なんかですね、席がね、空いてるかもしれないっていうのか、なんかそんな感じでですね、もうすぐ開くかもしれないみたいな感じで、なんかね、席を用意してくれるんですよね。寝台列車みたいな感じで、結構豪華なですね、これオリエント急行って、列車なんですよ。その小説の場合は知りませんけどね、この映画の中ではかなり豪華な、列車でですね、食堂車もありますし、まあ、寝台列車なんで、もちろん寝るところもあるし、で、かつ、それがね、かなり豪華なんですよね。多分ね、乗ってる人もね、みんな金持ちみたいな、そんな感じの人たちが乗ってるようなね、そういう、列車なんですよね。で、そこにね、30分前に受付を済ませなかったら、無効になるみたいなことを言われてて、で、多分一人ですね、その人が、受付に来なかったんで、確かね。そんで、ポワロがね、OK、乗り込むことができるようになった、みたいな、そういうね、流れだった気がしますね。で、そこのですね、多分ね、そこに行く直前ぐらいにですね、船にね、乗るシーンがあるんですよ。多分、イスタンブールから離れる時のシーンだと思うんですが、まあ、そこでですね、二人のですね、人が会話してるんですよね。なんかですね、黒人さんとですね、綺麗なですね、白人のお姉さんが会話してて、でそれをですね、ポワロがね、小耳に挟んで、なんかちょっと聞いてるんですよね。うん。で、なんか船がね、ちょっと出せないみたいな話になってたけど、まあ、そのね、しばらくと、時間が経ったら船が出せるようになったみたいな感じで言って、で、その間の会話を聞いていて、それがね、後々ね、フラグになっていくという感じなんですよね。で、列車はですね、なんとですね、これ、季節的にはですね、冬なんですよね。イスタンブールの時はですね、冬じゃなかったような気がするんですけど、なんかね、すっごいですね、列車が走る時はですね、真冬になっててですね、すっげえ雪降ってるんですよ。で、実際の小説も確かね、雪が降ってたのは覚えてるんですね。うん。だから、そのイスタンブールのシーンなかったと思うんだけどな、実際の小説。で、イスタンブールはすごいなんか本当に晴れやかで、ね、雪も全然積もってなくて。まあトルコで同じ季節だったら、もうトルコでは雪は降らないのかな。結構トルコもそこそこ緯度がありそうだから降りそうだけどね。日本で言ったら東北地方ぐらいの緯度はありそうだから、降りそうな感じもするんだけど、トルコってか、そうか、エルサレムか。そうか、エルサレムだったからか。そうか。あれだもんね。イスタンブールで休暇を取ろうとしてたけど、最初に行ったのはエルサレムだもんね。エルサレムだったら確かに雪は降らんか。うん。まあ、そんな感じでですね、フランスですね。カレー行きのね、列車にね、乗ることができたと。まあ、多分そこから乗り換えして、ロンドンに帰るという感じ、ロンドンに行くという感じなんでしょうかね。で、季節外の満員で、特にね、上等客車にはですね、アメリカ人美術賞のですね、エドワード・ラチェットとかですね、陽気な未亡人、キャロライン・ハーバードをはじめとして、様々な人種、職業、年齢のものが乗り合わせていた。このためポワロは二等寝台に泊まることになったと。ここら辺はね、正直よくわかりませんでした。上等客車とか二等寝台とかっていう、差がわかんなくて。多分ね、上等のところはね、一人部屋だったんじゃないかな。二等寝台はね、多分ね、相席みたいな感じ、相掛けみたいな感じで、相乗りかなみたいな感じで、いわゆる二段ベッドみたいな感じになってたんじゃないかな。ポワロはそっちに泊まることになったっぽいですね。でね、このですね、エドワード・ラチェットっていうのはですね、ジョニー・デップさんがやってるんですよね。うん。
で結構ですね、見た感じがある顔の人がいるなっていうのがですね、2人いてですね、ジョニー・デップさんとですね、なんとね、ペネロペ・クロスさんがね、クルスさんがね、出てたんですよね。あとはですね、見たことはないなっていう感じだったんだけど、でもね、綺麗な方もね、出演していらっしゃいましたね。うん。で、2日目の昼にですね、ポールはですね、ラチェットからですね、彼に着くまでですね、護衛に雇いたいというふうにですね、頼まれるんですよね。ラチェット、だからジョニー・デップさんにね、頼まれるんですよね。で、商売上のトラブルでですね、命を狙う旨の脅迫状が届いたから、だと言うと。しかし、ラチェットの人柄を気に入らないポワロはこれを断る。というふうに、表現されてるんですけど、これ、映画ではですね、顔が気に入らないからっていうね、セリフになってましたね。なんかね、デザートをね、持ってきてですね、デザートを目の前でね、ジョニー・デップが食べ出すんですよね。で、そのデザートをですね、食べながらなんか商談をするみたいな感じで話を聞いてきて、で、一口いただけないかなとか言ってですね、ポワロがですね、フォークでですね、パクッと食べるんですが、で、その話をね、するときにですね、拳銃を向けながらですね、聞いてくるんですよね、護衛をしてくれっつってね。だから半ば脅しで、護衛をさせようとするんだけど、そこにもですね、ポワロはいち早く気づくんですよね。まあ、それを下げてくださいみたいな感じで言って、で、私はお断りしますって言って、あなたの顔が気に食わないからですって断っていくと。で、ポールはですね、なんか読書をずっとしたいみたいな感じで、ずっとなんかね、その空いてる時間を読書するっていう、そういうスタイルでですね、列車に乗ることになるんですね。うん。で、2日の深夜ですね、ポールはね、ブークさんの行為で一等信者の1号車に移ったと。ブークというのが、その、恩がある。ね、青年ですよね。だから、この人の行為で、一等信者の1号車に移ったと。まあ、この人が、だから、オリエント急行の重役なんで、まあ、それなりの権限があると。ね。で、日刊読書を楽しんでいたと。隣の2号室が、そのラチェットですね。ジョニー・デップの部屋であったと。しばしばポワロは廊下でのですね、物音に気づいて外を確認し、赤いマントの人物の後ろ姿などを確認するという話だったんだけど、これはあったかな、そんなシーン。ちょっとここは覚えてないんですよね。うん。あのね、ずっとですね、寒いですね。雪の中をね、ずっとね、列車が走ってるんですよね。で、時刻はですね、1時を回ってですね、寝ようとした時に、列車はですね、不意の雪崩でですね、なんとですね、脱線してしまうんですよね。うん。まあ、このね、脱線してしまうところはね、ちょうどね、トンネルに入る前ぐらいに脱線したんだったかな。うん。で、前の方の車両はトンネルの前ぐらいなんで、一応ね、崖みたいなところにね、車両があるんだけど、後ろの方のね、車両はですね、本当に橋の上にね、乗っかってる感じで、結構ですね、ヒヤヒヤするような光景でね、立ち往生しちゃうんですよね。で、実際のですね、小説も確かね、立ち往生するんですけど、こんな、崖のところじゃなかった気がするんだよね。立ち往生したのはね、実際ね。うん。でですね、で、1時に回ってて、脱線して立ち往生してしまうと。翌朝ですね、ブークさんがですね、オリエント、急行の重役のブークさんが、食堂車でですね、上等客室の乗客たちに状況説明したときに、ラチェットが起きていないこと、来ないことに気づくと。で、ポワロはですね、ブークや客でもある、アーバスノット医師とですね、共にラチェットの部屋を確認すると、12の刺し傷がある、めった立ちにされた彼の遺体を発見すると。ね、このね、アーバスノット医師っていうのが、その、イスタンブールじゃないや、その、もうイスタンブールに渡ってたのかな、あれ、ちょっとね、覚えてないんだけど、トルコのね、景色がね、一瞬映ってたから、多分、イスタンブールに行ってたんだと思うんだよね。まあ、とにかくその、船が止まってて、ちょっと移動できないのかもって言われてた時に、出会った二人のですね、黒人さんと綺麗な女性、のうちのその一人が、その黒人さんの方が、アーバスノット医師っていうですね、お医者さんだったんですよね。うん。で、その人と一緒にラチェットの絵を確認すると刺し傷があると。でこの辺りの時のですね、映像がですね、結構ですね、なんだろう。
アメリカの映画にしては、映し方が変だなっていう感じがして、すっげえですね、せせこましい感じで映ってんだよね。あれ本当に電車発車しながら映してたのかもしんないな。ちょっとわかんないですけど、なんだろう、電車の中から撮影するんじゃなくて、なんか、ちょっと斜め上ぐらいから映してるみたいな。そんな感じの、なんか防犯カメラみたいな感じの映像にずっとなってて、アメリカの映画にしてはね、珍しいなって気がしましたね。結構ですね、アメリカの映画とかって、カット割りがね、小回りが早いから、日本の映画とかってさ、邦画とかってさ、ずっと同じ定点で映してて、あんまりね、小回りしないことがあったりするんだけど、珍しくね、そういうね、描写が流れてましたね。だからこの刺し傷があるね、めった刺しにされたね、遺体っていうのもですね、ほぼですね、防犯カメラみたいな感じで映ってて、斜め上ぐらいから映ってる感じで、全然ね、寄らないですね、カメラがね。だからちょっとそこら辺のですね、詳しい詳細がね、全然見れない状況だったんですが、まあそういったね、遺体を発見すると。で、ブークさんに頼まれてですね、事件捜査をね、始めるんですよね、ポワロさんはですね。でそこにですね、燃やされた脅迫状の残骸をね、見つけたりとかですね、見つけるんですよね。そこからですね、ラチェットの正体が、数年前に起きたアームストロング家霊場誘拐殺人事件の犯人、カセッティであったことを知ると。これもですね、小説でですね、私が読んでたのが、まあ、ちょうどこのあたりぐらいですね。このアームストロング家霊場誘拐殺人事件、これがですね、今回の物語のね、大きな鍵を握ってるんですよね。でこの事件はですね、裕福な軍人であったアームストロング大佐の幼い娘がですね、まだ誘拐殺人の被害者となってしまったと。でそのショックですね、アームストロング夫人ソニアさんはですね、自殺してしまうと。いうことらしいんですが、ですね、これ自殺って書いてあったかな、なんかね、幼い子供もいたんですが、ショックでまず早産かなんかになって、で、その後、まあ自殺だったんだったかな、確かそうだったかな、で、その後ですね、大佐もですね、妻子の後を追うように自殺したというですね、悲劇的な事件であったと。で実はですね、このポワロさんはですね、生前のですね、このアームストロング大佐から、まあ、この事件の捜査の依頼をね、受けていたんですが、まあ、間に合わなかったということですよね。で、ポワロはですね、乗客たちとですね、個別にね、面談をし始めてですね、アリバイとか動機があるものを探っていくことになりますと。しかし、基本的にフランス車掌のですね、ピエール・ミシェルが廊下で待機していたことや、客の証言同士でアリバイが証明されるなどして手詰まりとなっていくと。で、いろんな人にですね、乗客にね、聞いていくんですね。ところがですね、いろんな人のね、証言をですね、聞いていくとですね、犯人の犯行がですね、なかなかこう証明できなくなっていくということなんですよね。一方で乗客の一人であるですね、エレナ・アンドレーニ伯爵夫人はですね、ソニアの実の妹でですね、アリバイがなかったということなんですが、ここにたどり着くまでにね、結構いろんなね、推理があったんですが、マック・イーンっていうですね、ジョニー・デップさんのですね、秘書というか、付き人みたいな、まあ、一応弁護士っていう体でいたんだけど、まあ、付き人みたいなことをね、やってた人がいたんですが、まあ、こいつがですね、金をね、横領してたんじゃないかと。で、その金をね、横領してた粉飾決算の、帳簿みたいなのがね、見つかったりしてですね、それをね、元にですね、お前が犯人だろうみたいな感じでね、問い詰めるようなシーンもあったんですけど、でも他の人がですね、やってきてですね、アームストロングじゃないや、そのアーバスノット医師かな、あの黒人の医師が来て、その人は犯人じゃないみたいなことを言ってですね、一緒にね、20グラムの酒を飲んでいたからみたいな感じで言うんですよね。で、このラチェットさんですね、まあ、カセッティなんですが、本名はね、そのカセッティさんが、まあ、ジョニー・デップがね、殺害されてた時に使われたのがですね、何だったかな、バルビーツールとかいうね、薬が使われてて、それがね、なんか睡眠薬みたいな感じの効果があるらしくて、で、それをですね、
元にですね、また推理がですね、深まっていくんですね。で、このソニアの実の妹でアリバイがなかったっていう、このエレナ・アンドレニ伯爵夫人っていうのは、一応ね、精神的にね、ちょっとおかしくなっているというようなですね、夫人であって、昼は外に出れないの、怖くて、つって。だからそのバルビツールっていうね、多分精神安定剤みたいな効果もあるんだろうね。それを使ってですね、心を落ち着かせて、夜は外に出れるのみたいな感じのことを証言していくっていうね、人なんですが、伯爵夫人はですね、一応ね、なんかね、国際的ななんかね、尋問を受けなくていいみたいなね、権限があるっぽいんだけど、そんなもの知るかっつって、ポワルが訪ねに行くっていうね、シーンがあるんですよね。で、夫人と、その旦那さんみたいな人がいて、ね、旦那さんがですね、一応バレリーナみたいな感じの人だったんだけど、話聞いたらね、実は旦那じゃないみたいな、そんなことをね、言ったりするんですよね。でも気が短いからさ、カッとなってですね、ポワルのことをですね、なんかね、殴ろうとするみたいな、そんなシーンも確かあったのっていうかありますけども、それを見てね、ソニアの実の妹っていう、そのソニアっていうのが、アームストロングさんの事件の、夫人ですね。アームストロング大佐の夫人がソニアで、ソニアの妹であるのが、そのエレナなんですよね。それがですね、ハンカチでですね、H ってね、書いてあるハンカチがね、確か落ちてたんですよね。犯行現場に。だから、それが、なんだったかな、ドイツ語読みだったかな。なんか、H が、書いてあったら、疑われると思って、それを油でね、パスポートの文字を消していたみたいなことで。で、さらに、どういう流れで実の妹って気づいたか、ちょっと忘れちゃったんだけど、妹であるってことに気づくんだよね、ポワロはね。うん。で、一応ね、そこからね、話をね、聞いていったりするんですよね。さらにですね、他の証言者たちがね、まだ何かを隠しているとですね、見抜いていくんですよね。同事件でですね、冤罪でですね、自殺に追い込まれたですね、若いフランス人メイドのね、存在っていうのはですね、今度は明らかになっていくんですよね。これがですね、その、弁護士をやっていると言っていたですね、マックイーンっていうですね、ジョニー・デップの、付き人みたいなのをやってた人の、お父さんがですね、実はね、その捜査に関わってたんですよね。検察としてね、プロセキュアだったかな。検察っていうのは確かね。で、関わっててですね、その検察官のお父さんが事件を解明できなくてですね、一番ですね、アリバイがなかったこのフランス人のメイドをですね、犯人に仕立て上げたんですよね。で、そのフランス人のメイドさんがですね、それをね、まあ、嫌だと。私は犯人じゃないと。いうことを、身の潔白を証明したいと。いうことでですね、なんとですね、自殺してしまうんですよね。うん。まあ、そういった人がね、いたっていうね、だから事件のさらにですね、真相がね、いろいろと暴かれていくんですよね。で、さらにですね、他にね、乗客でね、乗ってるですね、ちょっと裕福そうなですね、おばちゃんとかですね、あとね、そのおばちゃんの付き人みたいな人とかも、実はですね、アームストロングさんの奥さんの、知り合いみたいな、なんかそんな感じのつながりがね、あることはね、話していたら分かっていくんですよね。うん。何のつながりだったかな、ちょっと裕福な感じの人はね、何だったかな、つながりがね、なんかあったんだよね。で、その話聞いてたら、そのアームストロングのソニアのお母さんかなんかも、なんか有名な女優かなんかで、で、すごく有名だったけど、失踪してしまったみたいな、そんな感じのね、話もね、聞けたんだよね。うん。で、いろいろ聞いていったらですね、その、乗ってる乗客にですね、何かしらですね、アームストロング家のね、事件とね、関わりがあることにね、気づいていくんですよね。で、家庭教師のですね、メアリーにね、鎌をかけるが、実は恋仲であり、容疑者の人でもある、アーバスノットの怒りを買い命を狙われると。だいぶこれはしょってあるけど、家庭教師のメアリーさんというのが、その、一番最初の方にですね、船が動かなくて、出航できるかわかんない、修理するまでちょっと待ってるみたいな感じの時に、アーバスノット医師、黒人さんの医師と、二人でいた女性ですね。この人が実はね、家庭教師だったんだね。
で、この家庭教師が誰の家庭教師だったかっていうと、アームストロング家で家庭教師をしていたという人だったんだよね。多分、その、幼い娘さんに教えてたんでしょうね。うん。で、その人。で、この人も、なんかこの子もだから、アームストロング家とね、関わり合いがあったんだよね。で、このソニアさんがね、めちゃくちゃ美人なんですよね。本当に。しかもね、頭がいいからさ、家庭教師もやってるような人だから、聞かれたことに答えないね、権利もあると思いますわ、みたいなことをね、言ったりするようなね、綺麗な女性なんですが、うん。二人がですね、その、恋仲でですね、メアリーさんがですね、殺人をね、犯すことができるね、その時の推理ではそれができるね、唯一の人物だったから、あなたがやったんでしょうみたいな感じでね、追い込んでいくんですよね。っていうのはですね、ドアをね、の前にずっとですね、見守ってたっていうですね、男がいたんですよね。うん、で、それがですね、なんかね、探偵をしていた男でですね、ただその探偵をしていた男はですね、実はですね、嘘をついていてですね、本当はですね、探偵をしてたんだけど、ポールと話すときはね、何だったかな。探偵じゃなくてですね、なんかね、違う職業、教授かな、プロフェッサーだとか、わけわからんことを言ってたんですよね。うん。でもそれをね、ポールに見抜かれるんですよね。なんかね、プロフェッサーをしてたっていう話も嘘だし、なんか、何だったかな、ドイツ人かなんかの、っていう、オーストリア人かな、だったかな、ちょっと忘れましたけど、それもね、嘘だと。なんかトリノの訛りがあるから、ドイツ語の発音じゃないみたいな感じで言われて、それもね、見抜かれてですね。で、さらにですね、銃を持ってたんで、その銃がですね、警察官かなんかの、銃だったらしいんで、探偵っていうのもちょっと怪しいな、みたいな。なんかそんな感じで、いろいろね、そいつの嘘をね、見抜いていくんですが、でもそいつはね、証言をするんですよね。だからその、あいつに、ジョニー・デップに頼まれて、ずっとですね、そのジョニー・デップの部屋のを見張ってたという証言は一応するんですね。まあ、これ本当にしてたかどうかは知りませんけど、でもそうするとですね、そこにですね、神父さんを、神父というか、シスターだね、シスターをしてたっていうペネロペ・クルスがね、の証言をね、が、その一個前にあって、で、その証言で間違えてね、部屋を開けちゃったという証言があって、その間違えて部屋を開けた部屋がジョニー・デップの部屋だったんですよね。つまりその時にですね、ちょうどね、扉をね、開くと。そしたらね、開き戸になってるんで、手前にね、開く、ドアになってるんで、そこにですね、開いた瞬間に、うまく入り込んでいったら、その、警察、じゃ探偵だって言ってる、そいつの目からはですね、ドアに隠れてですね、人がね、入っていくのがですね、わからなくなると。いうことで、だからそのメアリーって人が多分部屋の部屋割りの関係か怨恨の関係かちょっと分かりませんけど、あんただったら犯行が可能だみたいな感じで問い詰められてたんですよね。でもところがですね、その恋仲でですね、アーバスノット先生がですね、銃を発砲していくんですよね。でそれはポアロのね腕に当たっちゃうんですよね。でメアリーは何も悪いことはしてない。私が、全部、犯行を行ったんだっていうですね、自白めいたことをね、言い出すんですよ。ところがですね、そこでですね、言い出した時にですね、最初のですね、尋問の時にね、みんなね、結論から言ったらみんな嘘ついてるんですよ。で、そのアーバスノット氏はですね、最初ですね、大佐ですね、アームストロング大佐になんてですね、何の恩もないと。アームストロングなんていう名前もいっぱいあるから、ジョン、なんとか、カンとかみたいな感じでね、アームストロングのね、名前を言って、で、アームストロングの、人なんていうのは知り合いにはいないみたいなことを言ってたんだけど、当時ね、1934年って、多分まだその黒人さんのね、権利が全くそのアメリカで、確立してない頃合いなのに、医者になれたっていうのは、相当のね、何かがないとなれないということだったんで、それをですね、後押ししてくれたのが、実はアームストロング大佐だったっていうことなんだよね。で、最初、何だったかな。最初はですね、なんか違う役で軍に入ったんですが、軍医になって、さらになんか、
医者になるみたいなことができたのはアームストロング大佐のおかげなんだっつって、でそのアームストロング大佐をの命を奪ったそのラチェットですね、ジョニー・デップさんですね、カセッティなんですが本名はね、そいつをね、許すわけにはいかないっつってですね、だから私がね命を奪ったんだみたいなことをね言うんですよ。でも、ポールはね、釈然としないなみたいな雰囲気でですね、しかもでもさらにね撃ち殺されようとしてるから、もう一回ですね、なんかですね、何をしたんだったかな、なんかを してですね、列車を止めるか動かすかどっちか忘れましたけど、して体勢を崩させてですね、うまくですね、相手をですね、から武器を取り上げてですね、形勢逆転という感じになるんですが、でもアーマースノットさんはそこからですね逃げるんですよね。で、その橋の上をね逃げていってですね、なんか橋からですね、橋がなんかボロかったから崩れた橋が崩れたりしてね、追い込まれていくんですが、ね、それでね話がね、この人が終わりかなと、この人でね犯人で終わりかなというふうに思ったんですけど、どうもね、まだね腑に落ちないということだったんですよね。うん、この事件はなんか謎が多すぎるみたいな感じで、なんかねこのアーバス・ノットさんの前にメアリーさんとですね一対一ですね話をしているシーンがあって、その時にね10個の謎があるんだっていう話をしてて、賢いあなただったらその10個の謎解けるかなみたいな感じで鎌をねかけてたんですよね。うん、でももしかしたら11個目の謎があるかもしれないわねみたいなことをね、言ったりしてのらりくらりかわされてたんですよね。でそこでアーバス・ノットさんがですねやってきて撃つというシーンがあって、で、話が流れていくんですが、このアーバス・ノットさんが橋から落ちて、橋が崩れてですね、その橋をですねの中でね逃げてる時にどうなったかちょっとあんま覚えてないですよね。うん、でもね、多分ね、なんかみんなね、多分助かってたと思うんですよ。で、何時何分にですね、列車がね、最寄りの駅にきちんと到着しなかったら、異変が起きたということでですね、捜索隊みたいなのがね、出ることになってたんで、次の駅からですね、その線路の方に向かってですね、もう、その、修理隊みたいなのがね、到着してたんですよね。トンネルがあってですね、そのトンネルの向こう側にですね、脱線した、列車があるわけですね。列車側からしたら、列車、トンネル、次の駅方向で、次の駅から見たら、次の駅、トンネル、列車みたいな、まあそういうね、流れになってて、だからトンネルは多分ね、トンネルの中は別に雪はないんで、だからそこでね、作業してたんですが、まあ、君たちはね、全員ちょっとどっかに行ってくれという話をですね、その作業員がね、告げられてですね、まあ、ちょっとね、みんなね、どっかに行くんですよね。ポワロに告げられるんですね、そうやってね。で、他の乗客はですね、一応ですね、トンネルの中にですね、避難している状況になっておりまして、で、その時にですね、そのトンネルにですね、みんな長机みたいなところにね、一列に座らされてるんですよね。で、その時ね、何人いたかはちょっとわかんないんだけど、明らかにですね、キリスト教のですね、有名な絵があるじゃないですか。ユダが裏切ったっていう時の、あの絵のね、座り方させられてるんですよ。真ん中にね、イエス・キリストがいて、左右に、何人か弟子たちがいて、で、ちょっとナイフを持ってる男がいてとか、ちょっとだけなんか空間があってみたいなね、そういうですね、多分レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたあの絵のみたいな感じの座り方をさせられて、多分全く一致はしないと思うけど、まあ、意識して多分そういう風にさせられてるんだろうね。だから暗示があるんだよね、そこでね、裏切り者がいるんじゃないかとね、そういう座り方をねさせられてるんですね。で、ポワロはですね、謎解きをねそこからしていくことになるんですね。まあ、一つはですね、まずラチェットに恨みを持つですね、東洋のギャングがですね彼を殺害して、脱線の混乱に乗じてすでに死亡した可能性に言及していくわけですね。死亡したって言ってたかな、逃げたって言ってたような気がしたんだかな。だから要するに外部犯がねやったという説を
まずですね、推理で述べるんですよね。それに対してですね、ブークか社長かどっちかわかんない、社長かどっちかわかんないけど、どっちかがね、結構似てるんですよ、このブークっていうですね、オリエンタル急行のですね、重役とですね、社長をやってるですね、フランス人のですね、青年が顔が似てるから、どっちがね、どう、反論したか忘れたけど、まあ、多分ブークの方だろうね。それはありえないみたいなことをね、反論するんだけど、まあだからこれはね、まあありえない話だけどみたいな感じで、まあ一呼吸ついて、ね、筋は通ってるけど細かい部分では矛盾していることを認めると。その上でポワロはですね、ブークとエレナをですね、除く、乗客と車掌12人がですね、なんとですね、犯人であるというね、推理を披露し始めるんですよね。うん。エレナを除く、エレナっていうのはそのソニアですね、アームストロングさんの、奥さんの妹が多分エレナだったよね、確かね。エレナとエレ、そうだよね、確かね。うん。その子を除く12人が犯人であるという推理を披露し始めるんですよね。まあ、ここまで来たらですね、私も大体はですね、そういうオチになるんだろうなっていうのはね、予測はできてたんですよね。みんながですね、アームストロング家と関係があるってことはですね、ここまでのね、話でですね、つながりがあるってことがね、分かってたから、これは一人ではやってないだろうというふうにはですね、想像ができて、しかも12人っていうね、数がですね、12個のですね、傷跡があったというね、話があったんで、あ、これは多分全員で共謀してやったんだろうというふうにね、想像はできたんですが、まあ、それをですね、推理を披露し始めるんですよね。で、ここでですね、キャロラインというですね、この方はね、ずっとですね、まあ、物語のですね、中にですね、重要な場面で出てきてたですね、まあ、ちょっとですね、まあ、年は、まあ、初老という感じだと思うんですが、まあ、すごく大女優みたいな感じをですね、おしゃれな感じをですね、女性がいたんですが、この人がですね、なんとですね、ソニアですね、アームストロングさんの奥さんの実の母親で、なんか失踪していなくなってしまったって言われてた舞台女優のですね、リンダ・アーデンであることをですね、白状するんですよね。で、今回の計画のさらに首謀者であることを認めると。うん。でですね、ポワロさんはですね、自分の推理と真の悪が裁かれることとの乖離を嘆きつつ、ブークはね、嘘をつけるが自分にはできないとして、真実を隠したいなら自分を撃てと、アーバス・ノット医師からですね、奪ったですね、拳銃をですね、リンダに渡すと。うん。リンダっていうのは、その大女優みたいな感じの、見た目の人で、で、本当にね、まあ、舞台女優で、ソニアさん、アームストロングさんの奥さんの本当の母親である、まあ、大女優、リンダさんですね。で、この人に、銃を渡すんですけど、リンダさんはですね、まあ、要するにですね、そのポワロがですね、全員がね、犯人であるってことを知ってるのはもうポワロだけなんで、ポワロさえ殺害してしまえば、今回全員助かるわけじゃないですか。多分、私がもしその、犯人側だったりするんだったら、多分、そういう意見をですね、言うやつは一人でも一人はいるだろうと。いうふうにですね、予想はね、つくんですよね。あいつさえいなかったら今回の、犯行はバレないから全員であいつを、殺しちまって、どっかに隠してしまえば、ね、全員助かるぞ、みたいなことをね、言うやつがいるんだろうなと思ったんですが、なんとポワロは自分自身で提案するんですよね。もう撃ち殺したいなら撃ち殺せと。で、それをリンダに渡して、ね、どうするか。見てたんですが、リンダさんはですね、ポワロを撃たず、自分に銃口を向けてですね、自殺しようとするんですね。うん。でも、これは実は空砲だったんですよね。で、ポワロは犯人たちを試しており、この結果を受けて真相を秘めることを約束すると。もし多分ね、ポワロに向けて撃ってたら、多分、ポワロは、全員が、犯罪に加担してたということをね、言うつもりだったんでしょうね。そこは、多分文章だったら表現されてたと思うけど、映像だと、その決心みたいなのは、わかんないんで、後日というか、想像でね、考えるしかない部分はあるんだけど、
なので、ポアロに対して敵意を向けずに自分たちで、肩をつけようとしたというその行動にですね、結果を受け止めてですね、ポアロはですね、秘匿することに決めたんですね。で、脱線から戻って運行を再開した列車はね、ユーゴスラビアの駅に停車するということで、そこでポアロはですね、現地の警察にですね、単独犯人説を説明して納得させて、リンダたちは、列車に残ってですね、ポアロは、駅に降りると。で、そのこともですね、その犯行に関わった人たちにですね、全員にですね、列車を降りるときにね、ポアロは告げるんですよね。まあ、今回の事件は、現地の警察にですね、担当犯人説を説明したので、あなた方はですね、自由であると。ね、善悪っていうのはあるんだけど、本当に、どっちが悪なのかわからないこともあるみたいな、まあ、そんなような感じのことを言ってですね、去っていくんですよね。うん。で、ポアロがですね、ホームを歩いていると、イギリス軍の使者からですね、ナイル川での死亡事件を至急調査してほしいというメモを受け取ることになるんですよね。で、ポアロがね、事件を引き受けるか、引き切る返答をしたところで物語は終わっていくということで、一応ね、まあ、こんだけ喋って、いて、今から登場人物の紹介ということなんですが、まあ、エリケル・ポアロさんというのがですね、イギリスで活躍するベルギー人の私立探偵、まあ、主人公ですね。で、エドワード・ラチェット、この人が今回の事件で殺害された人物でございます。ジョニー・デップさん、アメリカ人の美術商、偽物を売ったことが顧客に発覚して危機に陥っている。2日目の夜、実質に密室化で殺される。実はアームストロング家霊場誘拐殺人事件の犯人で、本名はカセッティ。真相発覚後はすでにヨーロッパに逃げており、捕まらず今に至ると。うん、まあね、方々で悪ということをやってたんで、まあ、この、ね、事件だけじゃなくて、他にも恨みをたくさん買っている人間であると。だからですね、この殺人事件を犯した時に、このね、他にも恨みを買っている人間がいるから、そのね、アームストロングの事件 のことで殺されたんじゃないかもっていうね、疑いを持たせることができた人間なんですね。うん、だから、まあ、身から出たサビというか、まあ、方々から恨みを買ってるからね、事件との関連性をですね、そこで薄くさせられることがね、できたということですよね。さあ、ピラール・エストラバスですね。これはペネロペ・クルスさんがやっておりまして、ヒスパニック系の女性宣教師、厳格な性格をしており、事件等やですね、生きているラチェットを最後に目撃した人物です。実はアームストロング家のウバをやっておりまして、ウバですね、ウバをやっておりまして、原作における看護婦、グレタ・オールゾーに相当する人物だそうです。うん。なんだろうね、名前が変わってるのは、なんか違うね、意味とかになってしまうから変えちゃったとか、そういうことなのかもしれないですね。まあ、名前がね、キャプテン翼とかもね、海外で放送されたりするときは多分名前とかね、変わってるらしいんでね。なんかそういう、使っちゃいけない単語とか、なんかそういうのがね、あったのかもしれませんが、まあ、このね、ペネロペ・クルスさんは、事件をですね、に対してですね、何もできなかったっていう、なんかその深い悲しみで、まあ、宣教師になったというような感じのことをね、確かね、述べていたような記憶がありますね。うん、さあ、ゲーハルト・ハードマンですね。ウィリアム・デフォーさんがやっておりまして、ドイツ人教授、フランスで行われる学会に向かっている。実はアメリカの元警官で、冤罪で自殺したスザンヌの恋人。ですね、スザンヌっていうのが、だからそのフランス人の、使用人、メイドですね。うん。だこの人が教授と名乗っていた人なんですが、まあ、それが嘘で、元警官だと。その次に探偵と名乗って、最後に警官だということがバレたんですよね。うん。この人がね、確かね、あれなんですよ。スパイダーマン2のですね、ハリーっていうですね、のお父さん。ですね、難しいな、関係性が。スパイダーマンに出てくるですね、なんだったかなんとか教授っていうね、役をやってた記憶があるんですよね。悪役のね、役をやってたんで、顔はね、なんか覚えてました、この人もね。さあ、ドラゴミロフ公爵夫人、亡命ロシア貴族の老婦人、富豪愛犬と使用人を連れて列車に乗る。実はソニアの後見人で、リンダの親友であったと。リンダというのが、だからソニアの、
アームストロング夫人の、お母さんですね。お母さんの親友だったということですね。で、ヒル・デ・ガルデ・シュミット、オリビア・コールマンさんがやっております。ドラ・ゴ・ミロフ公爵人のメイドで、ドイツ人で不愛想な中年女性。実はアームストロング家の料理人であったと。ここはなんか明かされてなかったような気がするな。んでもね、ここをね、夫人にね、聞かれたくないから、ね、ドイツ語でね、話をしましょうつってね、ポワルとドイツ語でね、話をするっていうね、シーンがありますね。うん。ポワルの方が提案してくるんですね、ドイツ語で話しましょうって。じゃあ奥さんはわかりませんよつって言われて、いや、それでいいんだつってですね、話をするっていうシーンがありましたね。ヘクター・マックイーン。これがね、先ほどからね、言ってたマックイーンっていうね、弁護士の人ですよね。ジョッシュ・ギャット。ラチェットの秘書であり、アメリカ人。禁酒令を、嫌ってヨーロッパに来たというアルコール中毒者。実はアームストロング家事件でスザンヌを告発し、自殺に追った検事の息子であると。うん。そうそう、そうね。だからこの人もアームストロング事件に関与してたんですよね。うん。でもどっちかっていうと、このマックイーンの方は、だからスザンヌを告発して自殺に追いやった賢者息子なんで、スザンヌの恋人だったこのゲアハルト・ハードマンにさ、殺される可能性があるよね、マックイーンもね。まあ、直接的には関わってないけどね、まあその息子さんなんで、ここはちょっと一致団結するには難しいところがあるような気がするんだけどな。でもこの人もね、ナイフを刺していると。まあ、ひどい扱いを受けていたっていうのもあるんですよね。うん。このヘクター・マックイーンはね。まあ、要は、ジョニー・デップさんは結構その、秘書とかにもひどい扱いをしてたんで、まあ、恨みをね、買ってたというのももちろんあると。うん。でも、ね、そんなね、粉飾決済して金を横領してた人物が、殺人をするとは思えないっていう風にね、言ってたんで、だからヘクターに関しては、殺害した動機はなかなか見えないってところあるよね。お父さんが、だからその、冤罪なのにスザンヌを、告発して、スザンヌが自殺しちゃって、で、世間からすごく、責められて、で、そのお父さんが亡くなったのかな。そんな感じだったりしたか、なんかで、それで恨んでるっていうのはね、あったのかもしれない、確か。うん。はい、エドワード・ヘンリー・マスターマン、デレク・ジャコビ、ラチェットの執事をやっており、礼儀正しい落ち着いた おじいさん、実はアームストロング家の執事をしていたと。で、まあ、ラチェットのね、執事をやってたんですが、もうこの人は末期癌かなんかになってて、まあ、歯の痛みがあったりとか、甲状腺癌から肺に転移したとか言ってたね、余命いくばくもないみたいな感じで言ってて、まあね、まあその彼からしたら、まあアームストロングさんに恩があって、まあね、その、アームストロングさんを自殺に追いやった犯人を許せないという気持ちはね、まあわかる気はしますけどね。ドクター・アーバスノット、レスリー・オドム・ジュニア、アメリカ出身の黒人の青年医師、実は元軍人でアームストロング大佐の部下、後に大佐にね、支援されて医者になる。なのでね、まあ恩を感じてるんでね、この人はね。だから直接的にはですね、その事件そのものには関係はないけど、間接的にね、大佐にね、恩を感じているので、大佐に、の命を、まあ、奪った男を許さないという気持ちはね、ありますよね。キャロライン・ハバード夫人、ミシェル・ファイファー、アメリカの未亡人、陽気で明るい性格、実は部屋はラチェットの隣で事件等や、実質に犯人らしき男は侵入していたと証言する。実はソニアの実母で、著名な舞台女優リンダ・アーデンであったと。うん。まあ、この著名な舞台女優っていうのはね、肝ですよね。結局のところ、この人が女優であって、キャロライン・ハバード夫人っていうのを化けててうまく、騙せるということをですね、考えていたんでしょうが、それはね、ポワロに見抜かれてしまったと。さあ、メアリ・デブナブ、デイジー・リドリーさんですね。家庭教師、実はアームストロング家の家庭教師も務めていたと。この人が、だから、黒人の、ドクター・アーバスノットと恋仲になっていた人ですよね。そして、ビニ・アミノ・マルケス、マヌエル・ガルシア・ルルフォーですね。キューバ人の自動車セールスマン、実はアームストロング家の運転手をしていて、後に大佐に支援され、自動車ディーラーになるということで、まあ、それでね、結構お金をね、稼げたということで、まあ、この人も大佐に恩があるんでね、
うん、だから大佐の命を奪った人を許さないという気持ちはね、わかりますね。ピエール・ミシェルですね、マーワン・ケンダリ、オリエント急行の車掌でフランス人の青年、上等客室の廊下で待機する、実はアームストロング家の事件で冤罪で自殺したスザンヌの兄なんですよね。うん、なのでこれはどっちかっていうと、だからこのピエールもですね、だからマックイーンですね、あの秘書のマックイーンの方に恨みがあるんじゃないのって気はするんだけど、アームストロング事件がなかったら確かに冤罪でですねスザンヌが自殺に追い込まれることはなかったかもしれないけど、でも自殺に追い込んだのはあのマックイーンのお父さんなんで、それでジョニー・デップさんですね、を恨む、ラチェットを恨むっていうのはちょっとなんか筋違いな気もするんだけど、うん。さあ、ルドルフ・アンドリニ伯爵、セルゲイ・ボルーニン、ハンガリーの貴族、ダンサーとして命じられている外交特権を有する。だからこの人がエレナ・アンドリニですね、伯爵夫人ということでですね、ルーシー・ボイントンさんがやってらっしゃるんですが、ルドルフの妻であり、精神不安症を患っており、客室からは出てこれない、実はソニアの実の妹であると。ソニアというのはアームストロング夫人の、アームストロング大佐の夫人ですね、の実の妹であると。まあ、この人、そうね、うん。まあ、この人がだから、あれを持ってたんだね。なんだったっけ、睡眠薬みたいなやつ。バルビツールだったっけっていうのを持ってたんですね、この人はね。この人はでも事件に直接関わったのかどうかわかんないけど、薬は提供してそうだよね、少なくともね。で、最後、ブーク、トム・ベイトマンがやっております。オリエント急行のオーナーのおいで、同社の重役、かつて事件に巻き込まれ、ポアロに助けられた恩があるということなんですが、ここはですね、描かれていないので、まあ、アガサ・クリスティさんの小説を読めば、ブークのですね、事件もあるのかもしれませんね。うん。ということでですね、アームストロング家誘拐事件の、アームストロング家令状誘拐殺人事件の関係者は、アームストロング大佐ですね。裕福なアメリカの軍人であり、幼い娘が誘拐及び殺され、さらには妻も失って自殺してしまう。生前ポールに捜査を依頼していたと。でソニア・アームストロングさんですね。アームストロング夫人で、誘拐された娘の死を受けて自殺してしまうと。そしてスザンヌ、アームストロング家のフランス人のメイド、事件の犯人として検事に告白され、自殺に追い込まれちゃうと。後に冤罪が確定してしまうということなんですね。はい。ということでですね、ここまでですね、一応ですね、この、お話がですね、終了したということなんですが、一応評価としてはですね、本作はですね、実はなんとですね、賛否両論となっているらしいんですね。映画批評集積サイト、ロットン、トメートーズかな、には198件のレビューがあり、非評価支持率は 59%、平均点は10点満点中で 6.1 点となっていると。サイト側による非評価の見解の要約は、映画史の古典となった1974年版に何一つ新しいものを付け足せていないとしても、スタイリッシュなセットとオールスターキャストのおかげで、オリエント急行殺人事件は脱線せずに済んでいると、なっていると。あと、メタクリティックには43件のレビューがあり、過重平均値は52点、100点中52点となっているということでですね、まあ大体半分ぐらいの点数しかもらっていないと、いうことなんですね。で、一応ね、続編がね、映画化される予定らしいですね。2015年のジェームズ・プリチャードですね、クリスティの著作権の管理者でクリスティのひ孫さんがいらっしゃるそうですが、続編制作への期待を述べたらしいです。またブラナー自身も、もしこの作品が興行的にうまくいけばクリスティの別の作品を映画化する意欲はあると述べているらしく、本作のエンディングには続編が制作される可能性が示唆されていたと。そして2017年11月の20日に本作のエンディングで示唆された通り、ナイルにシスが続編として映画化されると報じられた。主役のブラナーと脚本家の、マイケル・グリーンが続投する予定であると。そして2022年にですね、なんと映画化されているらしいですね。これはちょっと見てみないといけないですね。うん。1978年の映画と2004年のテレビシリーズ名探偵ポアロのエピソードに続く3度目の映像化でございますと。ということでですね、今度はナイルニシスを見てみましょう。はい。
で、最後ですね、このケネス・ブラナーさんという方ですね、見たことがね、ないと思ってたんですが、実はですね、ハリーポッターに出演されてたらしいんですね。で、かつですね、この方ですね、1960年12月10日生まれでですね、シェイクスピア俳優として有名らしいんですよね。で、北アイルランドベルファスト出身で、弟とね、妹がいらっしゃって、9歳の時に家族と共にイングランド、レディングに移住されたということで、RADA 王立演劇学校を首席で卒業した後、23歳の時にロイヤルシェイクスピアカンパニー RSG に参加し、家族の舞台に立つ、現在でも時々舞台に立っていると。しかし既存の劇団の限界を感じ、自身でルネサンスシアターカンパニー RTC で仲間と共に、成立したと。ジュニア、お気に召すマリアを、夏の夜の夢などを上演したということでですね、有名な方っぽいですね。このベルファストというのはですね、自身のですね、生い立ちをですね、幼少期を描いた反自伝的映画をですね、発表されたそうなので、これもですね、時間があるときにね、見てみましょうかなということでございます。でですね、このね、映像が綺麗だったというのはですね、本当にですね、映像がね、美しくてですね、1934年のですね、列車がね、こんなに綺麗だったかと、いうことはですね、ちょっと疑問にね、思ってしまうことがあるんですが、とにかくですね、列車も綺麗だし、塗装とかね、そういうのとかもね、全部綺麗なんですね。で、かつですね、その雪が積もっている情景であったりとかですね、コーヒーのね、飲んでる雰囲気だったりとか、あと服ですね、とかもかなりですね、いい素材で作ってあるんだろうなというような感じのですね、服装であったりとか、多分ね、1934年をリアルに再現しようと思ったら、あんなに綺麗じゃないと思うんですけどね。日本で言ったら、まだ多分大正とかだよね、多分ね。34年ってね。1945年が、20年。昭和20年だったっけ？どうかな？なんで、だから、じゃあ昭和に入ってんのか。そんなに多分、ね、東京は綺麗だったのかもしれないですけどね。とにかくね、映像的にはね、綺麗だったんで、そういうね、綺麗な、映像を見ながらですね、複雑で悲しい事件を見たいなという方はね、一度見てみられてはいいんじゃないかなというふうに思います。私はですね、こういうですね、旧、ミステリーのですね、大家と言われているような方の作品でですね、ホームズ、シャーロック・ホームズですね、以外を見るのはですね、初めてかもしれないですね。前々からオリエント急行というのはですね、知ってはいたんですが、読んだことは途中までしか読んだことはなくて、映像として見るのは初めてだったんで、純粋にね、映像も綺麗だったし、面白かったなというふうに思っております。オチは読めたけど、それはそれでね、最後のね、どうするかというオチまで読めなかったので、非常にね、人間的な、人間らしい、終わり方をしたなという気がしますね。全員をね、告発してですね、行くっていうね、選択肢もあったんですがね、それをね、取らなかったというところがね、印象的でございました。はい、ということでですね、今回はオリエント急行殺人事件について述べさせていただきました。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。